はいこんにちはパーカッションの高見ですこの動画ではみんな大好きビブラスラスップこの楽器の新奏法を編み出しましたので提案したいと思いますはいこのチャンネルでは過去に「ビブラスラップを鳴らすコツ」という動画をあげておりましてありがたいことでねたくさんの方に見ていただいてこのチャンネルの中でも常に1位か2位を争うぐらい視聴回数が多い動画となりましたはいなのでねもうこのビブラスラップの基本奏法とか、まあ、気をつけるべきことっていうのはもう十分 知れ渡った、広まったんじゃないかなとは思っておりますけれども、まだ一応ね、動画見てないよと、よく知らないわという方のために、基本的なところをおさらいした上で、新しい奏法、新奏法っていうのを紹介していきたいと思います。はい、ベブラスラップはこのような形をしておりまして、この下の方がこの楽器の本体です。この丸がちょっとコアっぽいんですけれども、こっちはダミーなんで、ご注意ください。こっちが本体、コアになります。で、このコアを揺らしてあげれば、この楽器っていうのはなります。 ので極論ですね、この下の部分をこう軽く叩いて揺らしてあげるだけで十分この楽器っていうのはなります。はい。じゃあこの丸何なのっていう話なんだけども、この丸をね、利用することによって、より大きな振動を得ることができて、この本体を揺らすことができます。はい。この丸を揺らすことによって、この上の棒がまず揺れます。 でこの楽器がすごいところはここが揺れたらですね今度ここが揺れるんですねこの部分はスルーされますここが揺れてここをスルーしてここが揺れるのでこの本体がよく揺れてカーっていういい音が鳴るという構造になりますこれは前回の動画で解説しましたねなので楽器の持ち方としてはねこういうふうに持ってしまうと この上のバーの振動を止めてしまいますので、すぐ終わってしまう。カーッと。短く終わってしまうま。つまり振動をミュートしている。止めているっていうことになるので、しっかりとビブラスラップ鳴らしたいよということであれば、ここを握らずにここを持ちましょうっていうのが前回の動画の肝でした。はい、なのでこの一番端の一辺を持ってこう鳴らしたり。 こう鳴らしたりこう鳴らしたりすればいいっていう話なんですけどもこれ1個問題点がありましてですねこの細い棒1本だけを持ってるわけなのでこうちょっと回っちゃうっていうかね遊んでしまってこの楽器を支えるのにはちょっと不安定な状態なんですねでこのビブラスラップを演奏するときってだいたいこう <laughs> ここ一発っていうようなカ <laughs> っていうのを 絶対外せませまんと決めてやるぜっていうシチュエーションが多いんじゃないかなと思うんだけどもまあそういう時にかってこう気合いを入れてる時にかってねちょっと手汗とかかいちゃってこれがつるっとこう回ってしまうとあれとあれと動いてしまうっていうのがちょっと問題点なんですけれどもそんな問題点を今回解決したいと思いますはいそこでこうやって持ってる手の中指を1本かけますはいこれがしん法です ててーんはい。えそれだけと思うかもしれませんけども。はい。すいません、これだけです。はい。こうすることによってですね、まあ、この2本を支えるわけなんで、めちゃくちゃ安定します。し、この回転の動き。この動きが非常にしやすくなりますので、こうしっかりと鳴らすことができる。かつ、この持ち手の方も安定しているというね、非常にナイスな奏法になりますので、ぜひ。 使ってみてみくださいいおちょっと待てよと。ここに触れちゃいけないんじゃなかったのかよと。思う方いるでしょうけれども、はい、その通りでございます。ここをね、こう抑さえてしまうと、この棒の振動を止めてしまうので、あんまなりませんと。ただね、この棒う、まあ、この辺なんですけれども、この辺りまで、この辺りまでであれば、セーフでございます。はい。この辺りであれば、ここをね、おさえ、しっかりと握っていても、 なんとね、揺れてくれるんですね。で試しに、こう、ちょっと下の方にしてみましょうか。下の方で押さえてやると、これ、あんまなりませんと。はい。この辺、ちょっとアウトなんですね。なんで、この上の方で、まあ、指をかけると。はい。ちなみに、こう、人差し指で、押さえて、まあ、2本で支えても OK なんですけれども、これ、ちょっとね、こう、スルッと滑ってしまったり、くるっと回ってしまったり、 不安定でございますので、まあ、僕のおすすめとしてはね、この状態、この4本指を一番上までかけた状態にしてここから中指だけをこの辺に通すと、まあ、このように持つのがまちばんあ一番安定してかつこの回転をやりやすい演奏しやすくていいのではないかと思います、まあ、これビブラスラップをやったことがない方からしたらねえこれそんな違うのと大したことなくないと。 思うかもしれないんですけどもこれやったことある方からしたらねこの1本が指1本あるだけでめちゃくちゃ安定感が変わりますあとこの回転がねより前腕回転が利用しやすくなりますので爆発的に鳴らすことができますお持ちの方学校で叩けるという方は是非試してみてくださいちなみになんですけれどもこう両手を使わずに足を使って鳴らすときにこう逆手で持ってやる場合ありますね なんかマルチパーカッションでいろいろやってる中で片手だけで <laughs> 鳴らさなくてはいけないとき足を使って鳴らすことがあるんですけどもこう逆手で持った場合もですねさっきのこう逆さまになっただけなので今度は薬指下の方の薬指をかけてあげるはいこのように薬指をこっちの辺にかけてあげるとこう安定して振ることができますし 足を使って鳴らす場合でも振動を止めずにしっかりと鳴らすことができますのでぜひ試してみてください。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しております。他にも動画がたくさんありますので概要欄の再生リストからぜひご覧になってください。毎週日曜日には YouTube ライブを使ってパーカッションのワークショップもやってますのでチャンネル登録してぜひチェックしてください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ